こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の9月25日、時刻は22時32分になります。現在の枝コインの値段は262円ということですね。だいぶ上がってきました。これ 8% って出してますけど、240円台30円台でね、ここ数日間ずっとお伝えしてきたんですけど、250円台を超えて260円台でね、お伝えできるということで非常に嬉しいなと思ってます。はい、こちら5分足ですね。5分足だとしっかり上がってます。で、260到達して今ちょっと一服してますけど、まあここら辺のレジサポーラインに当たってもうちょっとね、ひと伸びしてくれるんじゃないかなという希望です。はい、ではもうちょっと長く見てみます。はい、これ4時間足ですけど、やっとね、ここのね、あのレジサポーラインに到達したんですね。この260円、あるいは255円あたりのこのゾーンを、ここね、しっかり抜けてくると来たなーっていう感じがすると思うんですよね。はい、今引いた線がここですね。ここら辺、このあたりね、このもじょもじょってなってるところをゴーンと抜けて、このエリアまで来てくれるとね、はい、あとはじゃあ高値を超えて最高値更新まで行ってくださいっていう感じです。ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、今日はサミットですね。はい、このツイートですと IOHK、ライブイン90分以内にってことかな。順位はそうですね、今10時半だとすると、日本時間の0時ですね。まあこれ動画もご覧になってる頃にはもう終わってるかもしれないですけど、でも動画も8時間後16時間後って言って、ローテーションでこう回すような感じのことをまあ、ツイートとかで見てるので、そういう感じで、まあ、いつも見れるんじゃないかなと。まあ、特にチャールさんの動画はね、いつも出てくるっていうか YouTube で見れたりすると思うので、はい、楽しみにしたいと思います。で、前夜祭もありましたね。はい、なのでずっとそちらのツイートもあれば見ていきたいと思いますけど、まずチャールさんのですね、はい、ジョイナス CEO ライブオープニングキーノートと、オープニングキーノートでチャールさんが45分間ぐらい、確かスケジュールで枠が、載ってますので、まあ、これだけ見てね、私はちょっと寝たいなと思ってるんですけど、これだけはね、やっぱりちょっと生で見たいなと思います。はい、はい、こちらも IOHK ですね。ファイナルプリパレーション Now in place ということで、まだ準備してるということですかね。こちらはなんか書いてありますけど、はい、ちょっとこの動画を見てみたいなと。ということで、オープニングビデオですかね。はい、すごいですね。はい、まあ、本当にもうなんですかね、ボリュームがすごい大きすぎて全部はなかなかね、追い切れないと思います。なので、前夜祭で宮崎さんとかね、ゆうたさんとかおっしゃってましたけど、やっぱり自分の気になるところだけスケジュール見て、ぜひね、興味を持って見てほしいということでした。はい、クニさん、レオンプールさん、もう間もなく私もカタリストでちょこっと出ているかもしれませんと。アタラプリズム DID マススケールアダプションというところで、DID ソリューションズフォーローカルガバメンツということで、クニさんって、その地方自治体とかで、このアタラプリズムね、展開しようということで、本当に一生懸命活動されているみたいなので、ちょっとこちらをね、興味を持って見てみたいなと思います。で、もしかしたらね、そこの自治体にお住んでらっしゃる方がね、いらっしゃったらね、実は市役所からアタラプリズムを使ってくださいってメールが来たりするかもしれないですよね。はい、そうなったら面白いなと思います。はい、チャールさんですけど、We are arriving in Wyoming ということで、ここサミットの会場でしょうね、ここにね、2021と。ちょっとこの方わかんないけど、準備中ということで、はい、こちらも Getting those bloody robots to work ということで、これも出てくるんですかね。はい、同じ服着てるんで、これも準備中ということなんでしょうか。はい、ミューズステークプールさんですけど、改善クリプトインザハウスということで、結構し、なんていうんですかね、体の主要な方々が、みんなさっきのチャールズさんみたいにいろんなところに移動してるみたいなんですよね。それでこういうツイートとか結構載ってます。はい、こちらダニエル・フリードマンさんですけど、On my way, 京都ステーションとゲットのビレットリン東京4ということで、東京に行く新幹線乗るために京都の駅に向かってますということですよね。
そしてその後に、これが新幹線の中からね、撮ってる269キロパーアワーということで、はい、なんか鉄道 YouTuber みたいになってますけど、はい、で、前夜祭でゲストがね、何人か迎える予定になってるって言ってたので、その方のね、うちの一人かなっていう気がします。はい、そしてそのダニエルさんがね、体のファンの方ということで、ここでね、ビリー・ギブソン、ジジートップということで、音楽のね、方とのコラボがあるというようなことだったので、誰かなっていう思われた方がいると思うんですけど、このね、まあ、日を見ると、あ、ジジートップかっていう感じはしますけどね、まあ私はもう詳しくないんですけど、確かこんな感じだったと思います。はい、なので、これ出てきてね、まあどういうジャムセッションということなので、まあやるんでしょうね。はい、だからロック好きな方は、結構ね、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、そしてジョン・コナーさんですね、よくアフリカ の動画とか出てくるんですけど、こちらは、ケープタウンでね、集まってるということですね。はい、ではちょっとサミットから離れますけども、愛知さん、もし、ビープールさん、シートプールさんに認されている方いらっしゃいましたら、一度管理者に連絡してみてくださいということで、ちょっと途中で止まってるということです。ちょっとね、見ると移入者が多いみたいなので、まあ、いないと思いますけどね、念のため。はい。はい、ダーさん、ダウも同じ見方です。なんでしょう、今日の朝刊の一面に載ってて、一般の方に悪いニュースとして、その次はなぜかチャンスに返してしまうと。仮想通貨取引を中国が全面禁止ということで、まあ、これで受けて、全体がね、落ちていったということでしょう。で、藤巻さんが、族って書いてあったんで、最初に遡ってみますけど、中国の仮想通貨の規制について、今後の暗号資産市場、昨晩夜に先知る編集長の新田さんから電話取材を受け、表題について回答した。回答は以下の先知る記事にある通り、ただすでに8人ベッドに入り、司馬遼太郎を読んでいて、まあ、そこはいいですね。あれ、ビットコイン下げきついなと思ったが、原因をつかんでいなかったということで、突然のインタビューに一つ言い忘れた。中国は資本統制をしていて、それが経済発展の一大理由だった。人民元を国力以上に低く抑え、世界の工場になった。1980年に人民元、1人民元したのが今や17円だと。1人民元したのが今や17円だと。ドル円では1ドル100円が900円になったようなもので、それなら日本も世界の工場に逆戻りできる。それ以上の人民元の安さを保つには資本統制は必要不可欠だと。暗号資産は自由に海外送金ができるので、資本統制を脅かす。だから中国は怖くて暗号資産を潰しにかかったのだろう。他国政府より一層忌み嫌う理由がある。逆に言えば暗号資産は資本規制を逃れる最適な手段だと公言しているようなものと。はい、キプロス危機でも資本逃避手段に使われたが、日本でも X デーが来るときに、資本規制の発動は十分考えられると。複数の日銀 OB も公言している。その時に暗号資産は有効であることを中国政府は、なんだ、露呈違うな、なんて言うんだろう、したようなものだということで、まあ、これはですね、まあ、なんとなくは、まあ、みんな分かってる話ですよね。はい、ただ、まあ、それを実行するかどうかっていうところですね。その中国もやるかどうか、あるいは個人としてね、資産逃避できるためのリスク回避の手段として、仮想通貨を持つかどうかというところでしょうね。はい、ではこちらのスケジュール見て、こちらチャールズさんのキーノートですよね。キーノートスピーチというんですか。はい、で、キーノートアナウンスメント、まあ、ここのアトラプリズムのあたりぐらいまで見ようかなと、はい、思ってます。では値段の方に戻ります。はい、いい感じですね。264.93円ですね。14,012.9×264.93 で元本が10万円ですので、計算しますと361万2437円のプラスということになりまして、3612% のプラスということです。では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。